未来を言い当てることを予言と言いますが、聖書では予言という漢字が使われます。聖書の約3分の1は予言書で、それらを書いた人々を予言者と言います。まず予言者とはどのような人々なのか確認してみましょう。聖書に登場する初期の預言者の一人がサムエルです。彼の名前がついたサムエル記という2つの書が旧約聖書に収録されています。それはサムエルがイスラエルという国を指導し、最初の2人の王を任命した記録です。その後もナタンという預言者が現れ、イスラエル王国の政治に大きな影響を与えました。一方、イスラエル王国が分裂した後に登場したイザヤ、エレミア、アモスなどは政権を厳しく批判したため、しばしば迫害を受けました。彼らは預言書と呼ばれる多くの書物を書き残しています。バビロン捕囚から帰還する時期になると、預言者たちは再び政治指導者を支える側に回ります。旧約聖書の最後の3つの書を書いたハガイ、ゼカリア、マラキはいずれも困難に直面する政治指導者を励ましました。新約聖書時代にも多くの預言者が活動しました。新約時代の預言者は社会の人々ではなく、主に教会の人々に語りかけています。旧約聖書の預言は多くの人が想像するような謎めいた未来の予告ばかりではありません。その多くの部分は社会の不正を厳しく糾弾する内容です。あなた方は身を洗って清くなり、私の目の前からあなた方の悪い行いを除き、悪を行うことをやめ、善を行うことを習い、公平を求め、虐げる者を戒め、みなしごを正しく守り、家父の訴えを弁護せよ。預言者たちは叫びました。宗教行為は無益だ。それよりも社会的弱者を助けなさい。そしてこのままでは民族全体に神の怒りが下ると警告し、恐ろしい災害を予告したのです。ですから災害の予言は単なる未来の予告ではありません。例えばヨナという預言者はニネベという町に行って、40日後に町は滅びると予言しました。ところが人々が悔い改めたので、神は町を滅ばされなかったのです。神は予告通りに災害を起こすことではなく、人々の悔い改めを求めておられるのです。ヨナは神が災害を予告してもそれを思いとどまられることを知っていました。これは聖書の神の重要な性質です。さらに神に、そんなひどいことはやめてくださいとお願いするのも預言者の重要な使命です。それを聖書では取りなしと言います。聖書で最初に預言者という言葉が使われるのは創世記20章7節です。神はアビメレクという人にアブラハムに祈ってもらうようにと勧めました。預言者の祈りは必ず神に聞いてもらえるわけではありませんが、預言者の祈りで神が災害を思いとどまられたという例は聖書に何度も登場します。聖書の預言は単純な未来の予告ではなく、神から人へのメッセージです。神は時に未来に起こることを予告されますが、その中には神が実行したいことと、あまり実行したくないことがあります。預言者はその神の気持ちを汲み、人々に伝える役目でした。そして人々は時に悔い改め、また悔い改めが足りない時は、預言者たちが決死の取りなしを試みて、神の心を動かそうとしたのです。聖書の預言はドラマの脚本のように書かれた通りに順に成就するわけではありません。神の心と人々の心、そして熱く語る預言者の取りなしがダイナミックに交差するのが聖書の預言書の味わいです。私たちと一緒に聖書を学んでみませんか？